こおんばんは。あ、こんばんはじゃない、こんにちあ、は。もう一回やってください。こんにちは。ちょ、中級メガネです。です。さあ、今回は、メガネのおメガネ。今回は僕になります。お、はい。僕の一押水沼し。のメガネですね。はい、はい。水沼のメガネ。いいメガネにも変えましたので。このメガネにかなった選手を紹介したいと思います。今回はですね、まあ、ここから先というよりもね、今ぜひ、絶対見とけっていう選手。おお、グランパス、米本拓司、どうですか？おお、今、強烈じゃないですか？まあ、強烈何で試す合ね。か見ててですね、はい。もう、米のボールの借り方。で、その買った後のパス。で、その後出てくとか、あと、稲垣出て行った後のカバーとか。で、スリーバックの前でこうスクリーンするとか、本当に楽しそうにハードな仕事をしてるという。で、この間、まあ、直近の試合で言うと、宮坂川崎戦のファストブレイクのインターセプトしてからの永井へのパス。で、そこからのユンカーで決める。あれ何秒って6秒ぐらいって言ったから、8秒 ?6 秒から8秒ぐらいですよね。6秒ぐらいじゃないですか。8秒もかかってないんじゃないですかあれを見た日にゃっていうことと、あね。とその前も、長いに出したスルーパスとか、そこ見てるの？っていうような、なんか真ん中入ってって、全然違う方から中に出てくるんですけど、そこを見てスルーパス出すとか、どうしたよねっていう感じ。いどうしたはないんじゃないですか。どうしたはなくないや、ででもすね、それは多分ですよ、まあ、僕の中で勝手に思ってるのは、湘南で縦の意識を多分相当こうつけるとか、入れるとかっていうのを言われたか、自分で感じてて。やりたかった部分を今出してるような気がするんですよね。まあ、健太からいろんなことを多分注文されつつ、大丈夫ですか？今、川端さんが飛びましたけど。すいません。どこまで話したか忘れましたが、まあ、い米やいや、がね、はいはい。湘南でこう培った経験を多分今に生かしてるかなっていうふうに思ってて、まあ、健太にも相当多分言われてるとは思うんですけど、こう守備のところからこう縦につける意識とか、相当高まってんじゃないって。で、米がね、湘南にいるときに、アンカーじゃなくて、もう一個前でやりたいんですよね、みたいなことを話してたことがあって、まあ、後ろにアンカーがいるから、いけるっていうふうに思ってるみたいで、それも特徴も活かせるし、あとそこから前にも出したいみたいなことを言ってたことがあって、やっぱりどうしてもね、一個後ろで下がって、アンカーみたいなのやると掃除しなきゃいけないのと、あとバランスを考えなきゃいけないのがあって。で、今は、まあ、稲垣がいるので、彼とすごくいいバランスになってるんだよね。やっぱり、両方ともやっぱり稲垣も出てきたいタイプそうなんだでよ。でも彼ばっかりではなくて、4年も奪って出てくってこともできてくるし、だから、あそこの前に2人いて、で、後ろに中谷いて、中谷を潰し行くし、両サイドの野上もいるし、藤井君もいるし、で、ランゲラックいるでしょ。相当守備強いよねって、やっぱりそこだけでも思うんだよね。いや、本当ですよ。なんか、トゥヘルが監督やってた時はパリ・サンジェルマンみたいになってた。もうカウンターの発動の仕方がえげつないとい いうや、か、本も当だよね。よく見う。ね。てんだよね。本当に。ヨネね。も、永井のここれとよくね。見てるし。臨海ってマテウスいるんですよ。ちょっと異次元のスリートップですよね、あれね。いや、本当に強烈。で、開幕戦の1試合だけ多分出てないんですよ。あとは全部90分フルでやってるんですよ。あそこのポジションをヨネがガンって張ってるうちは、多分グランパスは崩れないなっていうふうに。相当楽しいと思います。苦しいけど楽しいっていう。多分ボランチの選手たち、それ一番生きがいになってんじゃないかな。違うかな。でも、ボール奪うの好きって昔から言ってますからね、彼。そうだよね。いや、だからその、米本選手すごいのは、そのボールをね、取る力、彼自身のね、強みでもあったんですけど、今、水沼さんが言ったみたいに、奪ってからの質がべらぼうに高いじゃないですか。で、やっぱりそれはでも、風間さん監督やって、やっぱ彼もその、風間さんのサッカーの中で、触れる中で、めちゃめちゃ上手くなってんなっていうのを、俺、風間さんに聞いたことあるんですよ。風間さんが、めちゃめちゃ上手くなってないですか？じゃあ、風間さんが、そりゃそうだよ。ヨネはもう、だって上手くなりたいって気持ちは強いからさ。そういう選手は上手くなるんだよ。つって、風間さん言ってたんですけど、本当その通りだなと思って。だってあいつ相手のクリアをそのままダイレクトパスみたいにして味方に通すだろうみたいなと思って。そういうのもあるよすごいんね。だよ。で、あの時からやっぱそうやってね、ボール奪った後も、すごい怖い選手になってるんで、最強じゃないですか、そう考いえや、たら本ね。当最強だよね。なんかチーム戦術今、めちゃフィットしてるしね。すごくなんかいいなっていうふうに思ってて。
今ぜひ見てほしい選手、ね、そう32歳だよ今年33になる年で、うんうん、いやいやもう今もうサッカー選手これも40ぐらいまでやれるほんとほんとほんとそうなのモドリッチとかだっても38でもバリバリやったからねプレブレだから今メガネにかなったということはこれから 2,3 年後は結構いいとこ行ってるかもしれないそうですよねプレミアリーグであっもう言わないいきなりそこ通ったんだね今日ちょっとごめんなさい僕だけ一人プラスしていいですかはいはいあのね新潟の吉田仁平という選手がいます、はい、ほうまだリーグ戦は出てないし、ルヴァンは出てるんですけど、僕2回解説やって2回とも出てたんですけど、はい、めっちゃ面白いです。お1試合目はトップ下やって、2試合目はボランチやったんですけど、うんはいはい、トップ下の時はほぼワンタッチ、ツータッチでライン間受けて、どん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 テンポ作って、リブルを作る。で、ボランチでやってる時は、ディフェンスラインからボール引き出して、またやっぱりパスで回しながら自分で展開していくような、うん、めっちゃ判断が良くて。もともとはなんかドリブルが好きだっていう風に言われてて、そうですね、でドリブラーなんだけど、まあ、いわゆる速い系のドリブラーじゃなくて上手い系のドリブラーなんで、うんまあ、プロだとあのドリブラーじゃない方になるだろうなみたいな選手でした、うん、佐賀東出身ですね。そうそうそう、だから大島亮太とかが、まあ、そんな感じで、うんうん、ああそうだねそうだそうだそうだ、なるほど、ドリブラーなんだけどなったんだけど、まあ、プロだとやっぱスピードがないドリブラーっての難しいので、そういう時に、うん、でもあのボールを運ぶあるいはボールを止めるあるいはボールをこう触る感覚のうまさみたいなのを生かすテクニシャンとして生きていくみたいな。じゃあ技術はめっちゃ高いですよ。だから本当にワンタッチでほぼミスしなく渡せるし、で細かいところでもターンもできるし、うん、余計なドリブル、まあ本当に今言ったようにこうしないので、こうチームのリズムを壊さないし、まあ、怖い選手になっていくためにはもう一回そこから中にグッと入っていくとか、まあ、そういうような力も必要なのかもしれないけど、うん、でも面白い選手で、まあ、伊藤亮太郎とか見てれば、まあ、自分もなりたいなともしかしたら思うかもしれないけど、あのキャラも面白い。あ、そうなの。喋ったことはないのでいやなんか高校時代に初めて僕がそのこいつといいじゃんと思った試合が九州の試合の時に活躍してて、監督と あいついいじゃないですかみたいな話をしたら、あのなんか、いや、あいつフランスから帰ってきたばっかなんだよねみたいなこと言って、え、フランスってどういうことフランスのクラブにこう本人がもう行きたいっつって、練習参加したいっつって、1年生なんですけど、で、なんか帰ってきてすぐに、その九州の大会に出てた。で、県の新人戦はだからちょっと出られなくてみたいな。ね、それを許す鎌原監督もすげえなと思って聞いたんですけど、でもなんか、もう本人は本当に自分をもっと上手くなりたい、もっと自分を変えたいみたいな、なんかね、そういう意識がね、若い頃からある子だから、絶対でも練習だといろいろね、考えすぎちゃうタイプらしいよ、なんか、それもなんか言ってた。だから、試合で本番で、お前、行ってこいみたいなやった方がなんかいいんだって。うん、ああ、なるほどね。好きにやってこいぐらいの感じで。そう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 。でもそれで、うん、その中でも自分でそのポジションだったらライン間で受けるっていうことを考えたら、変に持ちすぎずにテンポ変えたりリズム作るっていうことが自然とできるようになってくるっていうのは、ある意味才能かもしれないよね。うん、で、本当いろんなところにこう顔を出して、やっぱりサポートもすごくうまいし、うん、すごく面白いですよ。ちょっと楽しみじゃないですか。あの、本当に川崎さんに大島亮太っぽい感じは、本当に感じたので。あの若い選手、新潟、ルヴァンって結構もうメンバーほぼ変えるので、結構出てくるんですよ。うん、で、コミとかも面白いじゃないですか。ああ、コミ。コミ君。くて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 やるじゃないですか。はいはい。いや、ちょっと待って、コミ選手は面白い、ね。シュートの意識がめっちゃ高いじゃないですか。うん、コミもともとストライカーですけどね。ね、うん、しかも彼、コンビネーションもね、ちゃんと使える選手なんで、そうなんですよ。伊藤亮太郎選手との絡みとかも面白いんですよ、だから。うん、だからまあ、ね、ちょっと全然こうメガネのおメガネからなんかちょっと話がずれていく可能性があるんですけど、でも新潟の若い選手たちは結構面白い、本当になんかいろいろ個性あって、いや僕はすいません2人挙げさせてもらいたい、米本拓司そして吉田仁平で皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。